今回の飯時々旅、朝早く出発いたしました。冬の朝5時はまだ真っ暗です。いつになく早起きをして札幌を出発いたしました。高速に乗って向かう先は新篠津という町に行ってきます。先日解禁されたばかりのワカサギ釣りに向かいます。早朝の高速はどこを走っているかわからないくらいに暗いです。雪道で高速を使い約45分ほどで到着いたします。札幌に比べると雪が深く、周辺は一面の銀世界です。この建物のすぐ裏に篠津湖という湖があって、そこでワカサギ釣りができますが、土日祝は予約が必要です。道の駅新篠津はタップの湯の敷地内にあります。まずは受付に向かいましょう。中に入るとさすが道の駅です。恒例のものがありました。ピンズです。シマエナガやっぱり推してますね。宿泊施設やレストランも併設されています。館内はすっきりとして広々とした空間になっています。受付を済ませたら券売機でチケットを購入します。今日は土日祝の小屋釣りなので1人2900円、釣りの他にタップの湯の入浴券もつきます。料金にはストーブ付きの小屋、釣り餌、あとは仕掛け、竿などがついてきますので、手ぶらで来れるのが嬉しいポイントですね。ワカサギ釣りは小屋釣りと外釣りの2種類。小屋釣りは完全プライベートです。平日は朝8時から16時の間で4時間、土日祝は時間帯が限られています。釣り場はタップ釣り場という初心者向きと南釣り場の2種類からお選びいただけます。指定された時間になるまで少し館内散策をしていきます。お風呂上がりに狙っていたアイス屋さんはあいにくこの日はお休みでした。残念です。レストランでは釣ったワカサギを無料で天ぷらにしてくれるようなので、後ほど食事していきたいと思います。そうこうしていると時間になったので外に向かいます。雪が深いです。札幌から1時間でここまで変わるんですね。奥に見えるビニールハウスが今回の会場です。集合場所には受付があり、注意事項の説明や竿などの貸し出しが行われます。早朝でしたが、小さなお子さんのいる家族連れの方もたくさんいらっしゃいました。説明を受けたら各自自分の小屋に向かいます。このように小屋が並んでいて、定員はおそらく1つにつき5名ほどだと思われます。それでは早速我々も小屋に向かっていきます。爆鳥を期待して入室いたします。室内はストーブ付きになっているので、後半は少し暑いほどになります。プライベート空間なので他の方を気にせず楽しめるのが気楽でいいですね。着席して準備に取り掛かります。竿はリール付きで軽くて使いやすいものになっていました。子供用なども用意されていたので家族連れにも安心ですね。仕掛けはタップの湯オリジナルの 0.85 の5本針、針の交換が必要な場合は500円での販売もありました。糸切りバサミは餌を切るのに使います。釣ったワカサギを入れる可愛いバケツもついてきました。餌は白刺しという虫ですね。足りない場合は300円で追加購入ができるようです。まず入ると浮いた氷を拾っていきます。そして仕掛けを袋から取り出して、糸が絡んだりですとか針が小さいので服に引っかかってしまうとすぐ針が折れてしまうので注意です。餌の白刺しですが、そのままだと少し大きいので半分に切って針につけていきます。私は素手で触るのに抵抗があったので自宅からゴム手袋を持参してきました。準備が整ったら釣りを開始していきます。ワカサギは小さいので竿の先端の動きもすごくわずかなものです。
少し強い反応がありました。かかっているのを確認して引き上げるとこちらです。反応が強かったのでうぐいかと思いましたが、ワカサギがすれがかりしていました。記念すべき第1号のワカサギです。開始数秒で釣れたので今日は爆釣だと思っていましたが、反応はあるのですがなかなか食いが悪いというような日でした。近くの小屋で釣れたという子供の声なども聞こえながら羨ましく感じています。我々はなかなか釣れないです。そして終了の5分前、やっとこのサイズのワカサギが釣れました。かなり大きいのでワカサギかどうか少し困惑していました。係の方に聞いたところ3年経ったお魚ということでした。1匹で10匹分の価値があると慰めていただけました。あっという間に終わった3時間でしたが、室温がすごく快適だったので大満足でした。ちなみに周囲の方は20匹近く釣っている方もいました。シーズン序盤なのでこれからどんどん良くなっていくと思います。朝から何も食べずにいたのでレストランに向かっていきます。入り口でワカサギをそのまま渡してメニューをチェックします。釣った魚の調理は1人1品以上の注文が必要です。新四ノ津はそばが有名ですが、生そうめん、木そうめんが有名ですのでこちらを注文していきたいと思います。和洋中揃っておりました。デザートももちろんありますね。本日のおすすめには今が旬のワカサギ。注文を終えしばし待機しています。こちらのレストラン箸袋が素敵で細部までこだわりを感じます。来ました。まず最初に来たのは今日釣ったワカサギ。我々は2匹だけでした。釣った魚をすぐに食べられるというのは嬉しいですね。ワカサギ大好きなのですが、さっきまで一緒にいたので少し複雑な心境です。命のありがたみを感じながら実食していきます。いただきます。それぞれ自分で釣った魚を食べることにしました。味は淡白で美味しいです。続いて到着したのは私が注文しましたラーメンです。雪景色を見ながら冷えた体にラーメンを入れるのは最高ですね。中太縮れ麺が濃いめのスープによく合います。そば御膳を珍しいそうめんに変更してワカサギ御膳です。来た瞬間に思わずおーっと声を上げてしまうほど。サラダに茶碗蒸し、そしてお漬物、小鉢に天つゆ、そしてこちらにつゆを入れて食べていきます。そして艶やかな生そうめんですね。大量のワカサギの天ぷら15尾ぐらいあります。こんな時だけベジファーストを意識して食べていきます。まずはサラダから。野菜がシャッキシャキで美味しいです。セットには大根おろしと生姜がついてきます。こちらたっぷり入れて食べるのが美味しいですよね。3時間で2匹の釣果だったのでこの量だと1日分くらいになるでしょうか。なんて贅沢なんでしょう。熱々の天ぷらに生姜と大根おろしがよく合います。これも美味しいです。外でそうめんを食べる機会はあまり多くないので今回頼んでみましたが、コシがあり喉越しがよくとても美味しいそうめんでした。
驚いたのがこの茶碗蒸しです。中にモッツァレラチーズが入っていて新しい食感、そしてこちらも美味しいです。そうこうしていると最後のワカサギになりました。全部美味しくて大満足です。ごちそうさまでした。パンパンのお腹を抱えながらやってきましたのはこちら、バナナボートとスノーバギーのアクティビティです。子供たちに混ざって中年2人でバナナボートに乗りたいと思います。運転してくれるお兄さんが記念撮影もしてくれました。バナナボートに乗ったらまずは注意事項を聞きます。運転してくれるワイルド系イケメンのお兄さん、丁寧で面白く撮影許可も心よくしていただけました。すべて映すと長くなってしまうのでフルバージョンは別動画でご覧ください。それでは出発です。動き出しました。今日は気温もさほど低くなく景色が綺麗でした。風が気持ちよくて幸せです。転倒です。大丈夫です。しかもあまりにもゆっくりとした転倒なので笑ってしまいました。犯人は何を隠そう後ろに乗っていた相方です。遠心力の逆に傾き私を巻き込みながら転んでいきました。びっくりして走ってきてくれたお兄さんに申し訳ないですね。では再出発です。コースは一周で転倒しなければ 2,3 分ほどだと思います。すごく楽しくてあっという間に終了です。イケメンのお兄さん、美人のお姉さん、ありがとうございました。皆さんも傾く方向には気をつけて乗ってみてください。アクティビティも終えて最後は温泉に入っていきます。温泉内は撮影禁止なのでここまで。それでは入浴です。お風呂上がりのクールダウン、やっぱりコーラですね。運転があります。瓶コーラの自販機を見るとついつい買ってしまいます。昔ながらの自販機、ここで線が抜けるのは画期的ですね。席に着席していざ至福の時です。安定のうまさです。遅れて到着した相方と合流し、何やら気になるものを発見しました。元気度を測定できるようなので早速やっていきたいと思います。年齢などを入力し指先で脈を測って結果が出ます。元気度が D、 朝早くて疲れていたからだと言い聞かせてました。そして私も測定していきます。血管推定年齢が37から42歳、あまり元気のない2人のようです。最後にやってきたのは売店です。新四の津のお米やトマトジュースや人参のジュース、もちろんここにもシマエナガグッズがたくさんありました。こちらはご当地キャラクターのお米ちゃん、 T シャツなんかも販売していますね。そして新四の津お米といえば地酒、どぶろくもありました。我が家はこちらのご当地サイダーです。お米のサイダーですね。そして町村農場の飲むヨーグルトも購入していきます。早朝からお邪魔した道の駅新四の津とタップの湯にお別れの時間です。車内で早速飲むヨーグルトいただきます。しっかり振っていきます。中はトロトロの濃厚系で少し固めです。とっても美味しい飲むヨーグルトでした。そしてこちらもいただきましょう。米サイダーです。喉が渇いている時の炭酸を開ける音、いいですよね。さっ
ぱりした味わいでした。雪道無理せず気をつけて帰っていきたいと思います。帰路の途中に北海道らしい景色があったのでつい撮影です。冬本番、次はどこに行こうかな。旬の季節に旬のものを食べる。自分で手に入れた食材はよりありがたみを感じます。北海道ならではの体験をたくさん体験していきたいと思います。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。したっけね。